10月31日に仙台で全日本大学女子駅伝が行われまして、5連覇を目指した名城大学が見事に5連覇を果たしました。1区の山本選手が区間賞を取るなど、一度も先頭を譲ることなく走り切りました。1区は入りの1キロが3分30切るぐらいの非常にゆったりとしたスローな展開から、難しい展開だったと思うんですけれども、山本選手がね最後抜け出しまして、しっかり区間賞を取りました。2区の高松選手も短い距離でしたが、しっかりと区間新記録をマーク。ジュニア世代からスピードランナーで短い距離で区間新を出しました。短い区間でエース級の走りをされてしまうと、他校というのはね非常に苦しいと思いますけれども、いい走りをしたんじゃないかなと思いますし、しっかり他校との差をね広げる素晴らしい走りを見せてくれました。まあ、ここにこういったエース級のねスピードランナーを置けるっていうのが、非常に名城大学の層の厚さ、強みなんじゃないかなと思っております。3区も、同じくエース級のね和田選手を起用してまいりました。そんな和田選手はね、さらにリードを広げる区間賞の走りを見せてくれました。和田選手はまあもちろん力あるんですけど、序盤からねいいペースで走りまして、もう完全に独走体制をね築き上げるような走りを見せてくれました。単独走になりかけてるんですけど、単独走でもしっかり後ろとの差を広げられる、自分のペースを守ってなおかつスピードを生かした走りができるっていうのが、非常に和田選手の強みだなと思いまして、まあ、後ろとの差をね、まあ、最低でも守らなきゃいけないんだけれども、しっかり攻めて結果を残す、区間賞を取るっていうのが非常に良かったんじゃないかなと思います。で、4区の谷本選手もね区間新記録の走りでした。単独走でも、もう記録を狙っていける、そういう姿勢っていうのが非常に名城大学の良さ、強さだと思います。名城大学の選手はねトラックでも非常にいい記録を持った選手が多いので、まあ、単独走でもスピードをしっかり生かした走りができているなというふうに思います。まあ、シューズのね厚底シューズの恩恵もあるんですけど、しっかりと乗り込み動作ができていて、反発を生かしたいい走りをされているなと思いました。もう4区でね完全な独走状況を作っております。僕は小林選手が走りました。この女子駅伝なんですけど、5区が最長区間ということで、非常にね区間配置が難しいんですけれども、このエース区間をねしっかり小林選手は走り切りました。まあ、区間賞は拓殖大学のねスーパールーキー1年生の不破選手がね、取ってしまいましたけれども、これはもうね超異次元の走りを不破選手は見せましたので、従来のね区間記録を1分14秒更新する走りということで、これはもう致し方ないのかなと思います。まあ、小林選手もね非常に難しい展開だったんじゃないかなと思います。やっぱ 9.2 キロのね、長丁場なので、いくらねスピードのあるランナーでも単独走ってことで、まあ、先頭効果もありますけれども、なかなかね難しかったんじゃないかなと思っております。まあ、不破選手は後ろから助けをね運ぶ形になって、まあ、もちろん不破選手のね力が抜けてたのもあるんですけれども、前での選手をね前にいる選手をね6人ほど抜いてきましたから、やっぱり前に選手がいるっていうと非常に力が出るんですよね。まあ、もちろん不破選手の力があってこその走りだったんですけれども、まあ、小林選手もねしっかり、ね、前を向きながらね、ちょっ と中盤からね苦しそうというか表情が変わりましたけれども、しっかり助けをつないで最長区間をね走り抜いたと思います。6区はね増渕選手が、走りましたけれども、増渕選手も区間新記録ということで素晴らしかったですね。もうアンカーでね独走体制ってことは、もうセーフティーリードがあるわけなので、まあ、攻める必要は正直ないんですよ。しっかりとペースを刻む、イーブンペースで走ってゴールまでタスキを運ぶってことは一番大切なんですけれども、そんな増渕選手がねしっかり区間新記録を出しました。で、まあ、こういったところに名城大学の強さが現れてるなと思います。もちろんね選手層も厚いんですけれども、こういう攻めの走りができる、男子とやっぱ比べて距離がね、まあ、短いんですよ。まあ、女子にとっては長いのかもしれませんけれども、しっかりねもうスタミナだけじゃなくてスピードを生かした走りが鍵となってるんですけれども、名城大学ねスピードランナーが多いこともありますけれども、こういったねアンカーでも攻める走りができる名城大学が、まあ、勝ったのかなというふうに思います。まあ、過去にも1区から1区区間賞でそのまま最後までね先頭譲らず逃げ切る優勝もね、完全優勝も過去には 何度かあったとのことですけれども、今回まあ名城大学の
なんですけども全区間で区間賞を取るというようなね狙いがあったと思うんですけども5区だけね不破選手が拓殖大学の不破選手が区間新記録をマークしまして、まあ、それはね拓殖大学がなんとか阻止したという形なんですけど、まあ、それでも6区間中5区間が名城大学の区間賞ということで区間1位ということで非常に素晴らしかったですね。中でもまあ区間新記録をねしっかり生まれてますし、まあ、非常に今回強さを見せつけてくれました。まあ、これでね、まあ、4年生も卒業されますけれども、まあ、来年もね来年以降も名城大学の時代はねしばらく続くんじゃないかなと思いますけれども、職大学のスーパールーキー福田選手といったような、存在もね、現れて今後現れてくれば名城大学を脅かすような、存在そういう大学も出てくるんじゃないかなと思っております。まあ、どちらにしろ、まあ、本当にねどん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 男子も女子も日本のレベルが上がってきていてスピードランナーがたくさん増えてきたんでね今後、まあ、今後来年もね世界陸上ありますし3年後のねパリオリンピックも非常に楽しみじゃないかなと思うような今回の駅伝でした。以上